新米がようやく出回り始めたかと思ったら次に心配なのは価格の高騰。お米はいつ安くなるのか専門家に聞きました。スーパーアキダイ取引のある新潟の農家に電話です。お米って次いつ予定します？話は入荷の予定について、はい、一応今日発送またしますっていうことで言われたんで、また明日も届くんですね。もうだいぶ、流通量増えてきたなっていう感覚がありますよね。米の入荷量は安定してきたといいます。ただし値段は、茨城県産のコシヒカリが5キロ3326円、千葉県産のふさおとめが5キロ3110円。いや、高いですよ。3割ぐらい高いんじゃないですかね。これはありえないですよね。米不足解消も価格いつ落ち着く？米が消費者に届くまでにはおおむね3つの流通ルートがあります。農協なんかがだいたい 10% ぐらい流通マージンをもらう、卸売業者は10から 20% の間ぐらいをもらうと。これは今週からこれ入ってたんですよ。スーパーアキダイの場合、JA を経由して仕入れる場合と農家から直接買い付ける場合の2つのルートがあります。これは JA を経由してない時はやっぱり取り合いになるんで上がるわけですよ。そうか、平年より3割がちょっと高いかな。 JA を経由している米はおよそ3割高、生産者と直接取引している米は相談した中で1割だからって言われています。一方、米農家が消費者に直接販売しているケースもあります。新米の注文が殺到し、てんてこ米の米農家です。販売価格は相場や生産コストによって独自決定、 JA などを通すより安くなるといいます。では米の価格はいつ落ち着くのでしょう。スーパーアキダイ社長は、なんで売れてるかというと、消費してるわけじゃなくて備蓄してるから、そのストックを今度食べるようになったらお店での売り上げっていうのは確実に落ちると思うんで、そうすると適正価格になりますっていう状態がおそらく1割だから、もうね、むしろ焦らない方がいいですよって、損しちゃいますよって言われますね。確実に値段は下がってると思います。生産コストを考慮すると平年比1割高が米の適正価格というのがアキダイの社長の考えです。来月にはその水準に落ち着くのではないかと見ています。一方、米の流通の専門家は、変わるとしたら年越し以降、年内が一応新米というふうに、言われる時期なので、それが終わった段階でどれどれという話になってくるということですね。